はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は私が生徒さんに提供しているサポートの料金を改定するといいますか、もともと破格でこの1年やってきたのを元に戻す、本来の私の頭の中にあった金額に戻していくっていうことと、それについての、まあ、理由ですねを話しさせていただきたいと思います。今までで一番経営者っぽい話し方になるんじゃないかなと思いますが、どうぞよろしくお願いします。普段はね、コミカルにっていうことを一つのモットーにして一生懸命試行錯誤していったんですけれども、今回はまあ真面目な話なので真面目に話していきたいと思います。まずですね、私って2019年の1月にそれまでは某代行会社の雇われ講師として仕事をしていたんですが、まあ、経営方針や方向性っていうのが合わなかったりだとか、いろいろな事情があって完全にコンサルタントとして独立してったんですね。独立したことによって、例えば代行会社もこの生徒さんにはこの代行会社がいい、この生徒さんにはこの代行会社がいい、十把一からげではなくって、十人十色で皆さんに合ったマッチングしているサービスっていうのを提供するっていう状況に至れて、非常に自由に動けるようになったのは確かです。今回のタイツアーに関してはもう、まあ、とんでもない破格で提供させていただいたんですけど、それっていうのはあるアテンド代行会社の社長さんに私が直接連絡して、本来は3万円かかるアテンド代をもうとんでもなく安くしていただいたりだとか、そういうこともあって、あとプラスアルファ自分も初回のね、自分が主催するタイバンコクツアーだったので、お金の代わりに自分は経験いただくんだから、もう皆さんからは金銭的な利益は得ないってことで、もうほぼほぼポケットマネーで、自分もタイツアーに主催してるんだけれども、ポケットマネーで行って、生徒さんからも全然お金は取らないっていうスタイルで今回はやらせていただきました。まあそんなこんなでですね、講習ツアーに関しても、例えばホテルの室料プラスサービス料っていうのが毎日かかるんですけど、そのサービス料っていうのは生徒さんからいただかずに私が払うだとか、自分だったりだとか、自分が懇意にしているご好意で我々に対していろいろと提供してくださっている代行会社だったりだとか、アテンド会社だとかの計らいで、めちゃめちゃ破格の金額っていうのをこの1年貫徹させていただいたんですが、例えば延長サービス、延長サポート一つとっても時給換算してみれば私数百円ぐらいな話なんですよね。でもそれはそれでですね、独立後のコンサルタントっていうのが1年間かけて自分自身の経営方針っていうのを固めていくっていうのは、まあ、ある種の修行でありね、生徒さんにもご迷惑をおかけしてしまう部分もあると思ったので、そこは金額で還元させていただくっていう気持ちで、この1年突っ走ってきました。まあ、本当に破格どころか、やってマイナスぐらいのことを平気でやってたわけなんですね。でもそこはですね、私がもともと20歳でフリーランスとして、日本語フリーランスの日本語教師としてやり始めたり、フリーランスの日本語教師とあと家庭教師、プロの家庭教師としてやり始めたのが最初のフリーランスの仕事だったんですけど、その際の私の信念とは真逆だったんですよね。私の本来の信念っていうのは、相場がいくらだとか関係ないと。自分がこのぐらいの金額いただきたいっていう金額を提示する。ただその金額に見合ったもの、それ以上の技術だったりだとかサービスを内容として提供すれば顧客満足度っていうのは高まるって考え方だったんで、日本語教師の仕事をしてた時も他の周りの日本語教師よりも2倍3倍ぐらいの金額つけてやってたんですよ。でまあそれでちゃんと回せてはいたので、それが本来の自分のね、その20歳前後で心に誓ったと言いますか、自分の経営方針として持っていたことなんですけれども、まあ今回その真逆に言ってたわけですね。繰り返しになるんですけれども、結局のところ自分がまあ、独立コンサルタントとすれば、この2019年っていうのは、まあ、初年度といいますかね、駆け出しの頃なので、その分皆さんからいろいろなご中元などを拝借してね、拝聴して、でその分私とすれば自分のシステムっていうのを構築して行かせていただくと至るところもあるとは思うんだけれども、一緒に構築していきましょうよっていうのが一つの金銭的対価だったんですね。そのお金を何でも金額を下げるっていうことだったんですけど、そこをまた元に2020年の1月1日から戻させていただきたいと思います。で、この金額を下げること自体は
私が勝手にやってることだから皆さんとすればああお得だなぐらいに思っていただければいいんですけれども、実際問題弊害っていうのも生じていることに気づいたんですね。だから金額を戻すっていうのもあるんですけれども、それがどういうことなのかっていうのをお伝えさせていただきます。コンサルティングの期間っていうのは6ヶ月間あります。6ヶ月間で、この6ヶ月で何が何でも終わらせてやろうっていう気持ちがなければコンサルティングって意味が半減してしまうと思うんですね。我々っていうのは常に期限から逆算した生き方をしていく必要があります。期限から逆算していくってことですね。期限を決めて逆算しないといくらだって先延ばしにする理由はあります。例えばダイエット、今日からじゃなくて明日でいいや、明後日からでいいや、まだ夏まで時間があるからいいやっていうのを毎年繰り返して、いつまで経ってもシェイプアップできない、ビルドアップできないような体になってしまうわけじゃないですか。とにかく期限っていうのを我々っていうのはしっかりと設けて、何が何でも死守していくっていう考え方が必要になってくるんですよ。まあ死守したところでうまくいかないことっていうのは多々あるけれども、この期限っていうのがなあなあになってしまって、まあいいやの精神ですね、まあいいや、なんとかなるや、なんくるないさの精神で進んでしまうと、物販をはじめとしていろいろな商売っていうのは全く進めません。でその際に皆さんがよく、まあ私含めですけど、言い訳として思いついてしまうのは、やむを得ない事情によりとか、仕事が忙しくって、まあそれもやむを得ない事情の一つですけど、このやむを得ない事情により期限っていうのがうまく守れなかったと。だからまあプラスアルファで延長、例えば3ヶ月やればいいやっていう発想に、私ね、延長サポート1ヶ月1万円で今年提供していたので結果的になっちゃったんですよ。いつでも1万円払えばまたどうせサポートしてもらえるんだから、6ヶ月で終わんなくてもいいやっていうのを、そういったね、ある種のちっちゃな病魔みたいなものをみんなの心に植え付けてしまっていた部分が少なからずあるんじゃないかなと、講師として俯瞰的に状況を見ていると感じました。でもその考え方、そのちょっとした魔が差すって言葉がありますだけ、ありますけど、その魔が差した状態で物販やっても思うようにいかず、で、やむを得ない事情で、やむを得ない事情でっていう言葉をよく耳にするように残念ながらなっちゃったんですよね。やむを得ない。やむを得ない。あともう一つ。やむを得ないっていうワードともう一つ。自分のやり方。この2つっていうのは2大いいわけだと思ってます。こう立川談志さんがおっしゃってたんですけれども、落語家には一身上の通報で落語家になったので、落語家になったのに、落語家辞めるやつもすいません、一身上の都合で落語家辞めさせていただきますっていうのはどういうこっちゃっていう発言があったんですけれども、生前のご発言の中で、それと同じですよね。ある場所からこっちの場所に行く、例えば今までのサラリーマンから落語家になるだとか、物販してない世界から物販をやり始めるって、これ一身上の都合じゃないですか。でも物販やり始めた時に物販が進まないのもまた一身上の都合なんですよね。これ一見正論のようで、はっきり言ってもうどこにも通用してしまうものなんです。例えばジョー・ビターリ博士というザ・キーですね、あのシークレット引き寄せの法則の映画の中にも出演されていたジョー・ビターリ博士がおっしゃっていたんですが、何かから逃げるためにどっかに行っても、またその逃げた先でまたさらに逃げる場所を探すだけだって発言があるんですけど、このやむを得ない事情っていうのも全くその通りで、やむを得ない事情で会社をずっとやるのが嫌になって物販やり始めたのに、やむを得ない事情で物販が思うように進まないからもっと時間をかける、でもっと時間かけるんだけど、やむを得ない事情でさらに時間をかける、この悪循環っていうのをマインドベースで生んでしまっていることに早く気づくべき。これは私自身も常に自制自戒していることなんですけどね。あともう一つきついこと言いますよ。自分のやり方があるんですっていう方多いんですが、自分のやり方で今まで生きてきて、その一つの結果、今この瞬間という結果に納得していない、自分らしくないと考えているからコンサルティングを受けるんですよね。ってことは、自分のやり方っていうのはもうすでに自分らしくないという状況を結果として生むことが事実として分かってるわけじゃないですか。でも実際コンサルティングを始めてみて、例えばこの6ヶ月でやるんだったら4ヶ月目で5ヶ月目で3ヶ月目でってこういう指標があるんですけれども、
例えば4ヶ月目、5ヶ月目、6ヶ月目で全然進んでいなくって、その際、じゃあこうすればいいじゃないですか、こうすればいいじゃないですかっていうと、いやいや、自分には自分のやり方がありますって言うんですよ。いやいや、その自分のやり方でうまくいっていないから、自分らしいと感じていないからコンサルティングを始めてね。コンサルティングを始めて人生を変えたいと思っているのであれば、今までの自分の生きているルーティン、考え方も含めて、そこをそのまま持ってきて、今までのやり方でずっと繰り返してやってるにもかかわらず、新しい自分を見つけたい、自分らしさを見つけたい、自分の居場所を見つけたい、人生を変えたい、それってへそで茶を沸かす話だと私は個人的に思ってやまないんですね。だってこれで自分らしくない人生という今この瞬間の結果を生んでるんだから、これをもう一度さらに死守してこのまま続けていっても堂々巡りじゃないですか。だからこの二つっていうのはすごくね、正論だと言ってる本人が一番思ってることだと思うんですけど、やむを得ない事情なんてみんなありますから、みんなありますから。で、やむを得ない事情があろうが何をがあろうが、何が何でもやったるでと。で、それでもどうしてもだったらプラスアルファで1ヶ月2ヶ月の延長サポートだやりますよっていうものだったんですが、結果的に、まあ、いつでもどこでもいつまででも簡単に延長サポート月1万でこいつ雇えるからいいじゃんっていう発想に、私自身が皆さんが至るように助長してしまったっていう自制点、反省点っていうのはものすごくあって、で、この延長サポートっていうのもしっかりとね、時給数百円じゃなくてちゃんと時給1000円、2000円いただけるような金額設定にさせていただきたいと思います。これ別に皆さんを一周しているのではなくって、結果的にですね、コンサルティングとかでもそうなんですが、例えば私のコンサルティングが6ヶ月19,800円ですってやったとしたら、ほとんどの人何もやんないんですよね。金額ってそれぐらい我々にとってある種の何が何でもやんなきゃっていうことをしっかりとね、良い意味で頭の中にガツッと入れ込ませるための一つのキーになるわけなんですよ。鍵になるわけなんですよ。だから、暴利を貪る気は全くないけれども、自分も人間として生きていて、自分の時間っていうのを切り売りして生きてるわけなので、そこに関しては正規の料金をいただきますと。さらに、安けりゃいい。それはお得、生徒さんにとってはお得なんだけど、結果としてなんかこの2つっていうのをすごく助長してしまった気がして、そこに関しては、まあ、全て自己責任なんですよ。自分が設定した金額だから、生徒さんがどうだこうだではないんだけれども、私自身がこの2つの言葉を生徒さんが言う日っていうのがなくなればいいなっていうふうに個人的には思ってるし、この発想を持っている限り期限を決めて逆算する思考にもならないし、もうがどん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 だれてきますよ。平気で2年ぐらいだれますよ。やろうやろうとか言いながら平気で2年ぐらい人間の人生なんて後回しにできますから、自分のやることを達成するまでに、なんなら一生後回しにできますよ。だってやむを得ない事情なんて常に存在してるんですから、仕事が忙しくなっただとかなんたらこうたらと誰だって言えるんですよ。私だって言ってないですけど、たくさんいろいろやむを得ない事情っていうのは日々旬動してるわけですから、存在してる、介在してるわけですから、その中でこれを決めてやるっていうのが、なんだろう、それが侍じゃねえのかと思っちゃうんですよね。あの侍っていう表現違和感あるかもしれないですけど、日本男児だけじゃないですけどね、私の生徒さん女性もいらっしゃるんですけれども、なんかそこら辺っていうのはもうちょっとね、まあ言葉は汚くなるんだけれども、けじめをつけて、示しをつけて、薬剤用語になっちゃいましたけど、けじめをつけて、示しをつけて、仁義を持って進んでいかないと、はっきり言っても、ニーチェの言葉を借りると、畜群と同じですから、その他大勢の無名の畜群と一緒になってしまうのが嫌だ。だから、自分を変えていこうと思った。自分の居場所を探しを始めた。でも実際やってることは、自分はこういうやり方なんでってやっていって、で、期限が迫ってきたりだとか思うように進まないとやむを得ない事情でっていうのを5択を並べる。それは非常に見苦しい話だと正直思うんですね。少なくとも経営者の目線から見てみると、うん、その状況だから、やむを得ない事情があるからあるからといって、自分の今までのやり方を死守して、自分の下手なプライド、言い訳、そういったものっていうのを並べて正当化して、自分のエフィカシーが下がる前下がる前と必死になっている、その行動自体がはっきり言って
物販を行っていく、商売を営んでいくっていう姿勢とは真逆、その考え方自体が皆さんの手枷足かしとなってしまうことがありますので、その点はぜひ気をつけていただきたいなっていうふうに思います。本当に自制自戒も込めて申し上げてます。だから皆さんを卑下してるんじゃなくて、この画面の向こう側に自分が座って自分がこの話を聞いていることも意識しながら話をしているんですけれども、ぜひこの考え方っていうのは腹に落としていただければ、まあ、料金改定というとね、まあ、値上げして暴利を貪ってっていう感じに思われるかもしれないので、まあ、そういうことじゃないよっていうとすごく言い訳がましくなってしまいますが、自分自身適切なお金をいただく、でその対価としてそれ以上のサービスを提供するってことが常にこの16年間ですね、講師16年って言ってますけど、と同時に自分はフリーランス16年やってきてるわけなので、そこのポイントっていうのを皆さんにご納得ご理解いただければなっていうふうに思いますし、本当にね、期限を決めて逆算する、でこの6ヶ月の中で思うように進めない人って多いと思うんですけど、極論言いますよ、6ヶ月の中で思うように進めなかったら腹切って死んでください。そのぐらいの気持ちでやっていかないとダメですよ。腹切って死ぬつもりないでしょ。別に腹切って死ぬとかじゃなくても、本当に6ヶ月でやんなきゃっていう気持ちがなければ、7ヶ月、8ヶ月、9ヶ月、1年、2年平気で経ちますから、本当にそれでもどうしてもの場合の延長サポートなんですよ、本来は。そこをちゃんと考えないと、もうそのプライドってくだらなすぎるんですよ、本当に。だからそういったものをまとってね、生きている限りの大躍進っていうのはないし、まあもともと地味に地道に進んでいくっていうことが大切なんですけれども、根本的にここら辺を常に頭の中でぐる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 回しながら自分の逃げ道を探しているっていうのは、まさにジョービタリ博士がおっしゃったより通り、 A から逃げるために B に行って、またその後逃げる C に逃げる逃げ工場を探すだけだよっていう、このぐるぐるをずっとやってるだけではどこにも自分の居場所ってないですよね。だから自分の居場所っていうのを探す、自分らしさとは何かっていうのを探していく、その道っていうのは、自分がどのような環境にいようと今与えられている現状の中でベストを尽くすにはどうすればいいか、で言い訳をしないという前提で初めて解決策に手が伸びるんですよ。言い訳をしないという前提、期限を守るという前提で初めてその中で頭の中でクリエイティビティが出てきて、創造性っていうのが生まれてきて、その中でじゃあどうすればいいかっていう話に至るわけですよ。少し前の動画で話させていただいた通り、10日後に120万円現生で用意しないと、自分の場合はビジネスのね、カードが、アメックスのビジネスのカードが払えなくなって、で、信用を傷ついて、で、うちの会社やばいぞっていう状況になるだとかね。そういう状況、じゃあ10日でどうすりゃいいのって、もう、初めからミッションインポッシブルの状態でも、そこでようやく頭使い出すんですよね、人って。だからそういうことを繰り返していって、ようやく成長できるわけだし、本当に、まあ中にはね、今までの自分の経験の中だと、本当に頭にも、頭下げて、親に頭下げて、もう土下座してでもお金借りたこともあるし、そういうことっていうのをいくつもいくつも経験していくっていうのは、やっぱりどうしてもの危険があって、それに向かってもあの手この手でもう、うわーってなって、で、その中でも、うわってなってるだけじゃダメだっていうことで、自分をようやく1ミリ俯瞰して、その中でもがいて試行錯誤して、解決策はどうすればいいか、今自分ができることは何かっていうのを考えて、それを積み重ねていくことによって、商売っていうのは展開できるし、自分自身が独立独歩物販セラー、まあ個人事業主として生きていくことができるんじゃないかなっていうふうに思うので、そこはなんて言うんでしょう。舐めちゃいけないんですよね、商売っていうのは。絶対舐めちゃいけないし、舐めるくらいなら商売に失礼なんで、その商売やんないでくださいっていうのが私が本当に感じていることです。だって誰でも簡単に稼げますだとか、いろんな言葉に右往左往して、そういうビジネスを始めたとして、で蓋開いてみたら難しかったとするじゃないですか。100人中100人の人がいや誰でも簡単に稼げるって言ったじゃないかって
ね、そういう宣伝をしてた人を批判すると思うし、私は同じ発信者としてそういう人はもう数だとは思ってるんですよ、そういう発信者は。でも元をたどせばそんな簡単に何でもできると思っていて、そこに入り込んじゃった人がね、ある種カルト教団に入団したぐらいの愚かさみたいなものに通ずるものもあると思うんだ。だからそこに関してその発信者のやり方ってもうえげつないし大嫌いだし、そういう発信者っていうのはもう本当にもう木にくくって吊るしたいぐらいな気持ちになるけれども、と同時に我々っていうのが被害者だ泣き寝入りだだけではなくって、しっかりと自分自身のその時の考え方ってどうだったんだろうっていうふうに自制自戒しなきゃいけないですよね。手っ取り早くもうお金持ちになれるんでしょみたいに舐めてなかったですかっていうことを言いたいわけですよ。だってサラリーマンで月収30万円得られてますよね。で、得られてる方がいらっしゃるとして、じゃあ物販で月収30万円得られるって同じもんだと思ってませんかっていうふうに思うんですよ。同じじゃないですよ。だって大きな会社でサラリーマンで月収30万円得ているのは、営業部があり、商品開発部があり、人事部があり、経理部があり、総務部があり、いろいろな部署っていうのがあって、それぞれの部署の中でそれぞれのプロフェッショナルの人たちが一生懸命に仕事をしていて、それがトータルで例えば一つの大きなプロジェクトっていうのを始めから終わりまで貫徹しているわけですよね。で、ずっと営業部をやってきて、で30万円もらってきましたと、営業部で働いていて、じゃあ個人事業主物販セラーやりますって言ったら、営業に関しては長けてるかもしれない。でも経理どうするんですか、取引の細かいやり取りってどうするんですか。例えばそういうことに関してしっかりと自分自身がね、全部を一人でやるのと会社の一部として何かをやるのって同じ30万円でも全然価値が変わってくるんですよ。まあ、どっちが上下じゃないですよ。でも種類は違う30万円だから、それを今までの感覚でどうこうしてなんとなく得られるってもんでもないっていうのもぜひ腹に落としていただければなと思います。本当にね、一筋縄ではいかないものではあるんだけれども、でも私が行っている物販で、私がやっているしっかりとね、お客さんを被害者にしないということ、顧客目線で進むってこと、三歩よしで進んでいくってこと、そういうところを堅実にちゃんと守って物販やるのであれば、この私がやっている手法っていうのはもうめちゃめちゃ堅実です。被害者生まない、みんな笑顔になれるもので、もじゃあそれとどう向き合うかってことが大切なんですよ。結局パワーなんですよね、海外物販っていうのは大きなパワーなんです。だからお金とか原子力と同じ、そのパワーをどう使うかっていうのはその人次第になるから、そこに関してはいくらね、原子力が素晴らしいものでも悪いやつが手にして原子爆弾作ってバーンって投下したらみんな被害者になるじゃないですか。海外物販だってそう。一つの堅実なやり方なんだけど、まあ適当でいいやと思ってダラダラしながら、適当でいいやと思って商品をなんとなく選んで、まあ別にお客さんじゃなくて自分が儲かりゃいいやっていう発想で出してたら、もうお客さんも被害者にしますし、自分だって儲からないし、で、クソみそなこと言って、なんだ海外物販クソって言って、海外物販に対しても失礼だし、みんな、ない、イライラするか泣くか後悔するかの状況になっちゃうわけじゃないですか。みんな被害者みたいなよくわかんない状況になっちゃうわけじゃないですか。何でもそうですよね。包丁だってそうじゃないですか。それで人刺したら悪いことだし、美味しい料理作ってみんなに提供したらみんな幸せになるし、そのパワーっていうのはそれ自体はニュートラルなんですよ。その強大なパワーをどっちに使っていくかっていうのが考える必要があるし、コンサルティングを行うっていうことはそのパワーっていうのをある種手にする権利っていうのが得られるし、手にすることができる。ただ皆さん自身がその6ヶ月間っていうのをどう捉えていくかってこと、そのパワーにこういったね、毒物を注入して、でなんか適当にやりゃ6ヶ月後にうんたらこうたらって思ってちゃいけないし、まあダメだと思ったらこの期限っていうのをいきなり捨てて、ここら辺の毒物っていうのを改めて自分の頭の中に入れて、その仮初めのね、なんて言うんでしょう、その表層だけのプライドっていうのを、なんかもう白氷ですよ、白氷のプライドを死守するために自分を美化して問題を直視せず、なんとなくなあなあで進んでったら、なもん一生かけても自分らしさっていうのは見出せないんじゃないでしょうかね。自分の居場所っていうのは見つけられないんじゃないでしょうか。そこら辺をもっとね、腹に落とす必要があるし、ぜひぜひ
ご理解いただければなっていうふうに思います。本当に今回は、まあ、終始クソつまらない話になったかもしれないですけれども、もっともっとなんて言うんでしょうね、空手でいうとこれ丹田呼吸法っていうんですけど、この腹の下から息を出すような呼吸法をっていう感じで自分に覇気を持って進んでいかないと魅力のない人になっちゃいますよねっていうふうに個人的には思います。うん、まあ、うまく話せないところもあったかもしれないですけれども、自分自身も日々ね、日々これ精進で魅力のある人間になれるようにしないと、やっぱりそのタイのアテンドの時にアテンド会社の社長に連絡した時返信もらえたからよかったけど、それって向こうにとっても自分が利益ある人間だって思っていただけたから、いつもその社長に連絡するとすぐに返信くださるわけじゃないですか。そこら辺っていうのはやっぱり人は人を見てます。私が皆さんを見てる時は皆さんは私見てると思うしね。だからお互い有益な人間になれると、魅力的な人間になれるようにするにはどうすればいいかっていうと、まあ、今回話したこういう部分っていうのが思いっきり大切になってくるんじゃないかなと思いますね。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。